こちら1点目、金マグロ。かわいい。無理無理してた。はい、こちら1点目が品番 5587C のタックスリーブフラワーモチーフ刺繍ブラウスです。はい。お色はアイボリーとブラックの2色展開で、お値段税込み6990円でございます。はい。はい、実際お見せすると、今ぐーちゃん着てるアイボリー、アイボリー、はい、そして私が着てる方のブラックの2色展開でお値段税込み6990円でございます。はい、ではぐーちゃんおすすめポイントお願いします。はい、これはですね、もともといずしめちゃくちゃ見てくださってる方は知ってると思うんですけど、うんうん、すごい人気アイテムがリニューアルしたということで、はい、ちょっと説明していきたいと思います。はい、まず旧タイプの方、そうね、方も多いと思いらっしゃると思うんですけど、うん、V ネックなんですね。そうそうそう、はい、なんですが今回はちょっと華奢見えする U ネックになっております。はい、はい、なので程よいちょっとデコルテが出る部分とかだったりとか、うんうん、やっぱりそういう V ネックが苦手な方でもこういう U ネックだったりすると、あとね、鎖骨も綺麗に見えるぐらいの、そうそうそう、はい、程よい開き具合なので、はい、細見えするんじゃないかなっていうのと、うん、刺繍がねめちゃくちゃ可愛いです。いい、アイボリーのこの立体的な刺繍がめちゃくちゃ可愛くて、こういうのってやっぱりのっぺりしてるものって多いじゃないですか、うん、なんですけどここはね刺繍でちゃんとくっつけられてて、ちょっと立体感が出てるんですね、うん、はい、なのでのっぺっと見えないですし、本当にデザイン性たっぷりなトップスとなっております。はい、はい、でポンシュルのね肩の部分なんですけど、旧タイプよりも若干ここがね広がりが収まっております。うん、はい、このね、タック入ってるんですけど、そうそうそう、ここが広がりがポワンとしてるんですけど、うん、これもこれでめちゃくちゃ可愛いですが、ね、ちょっと華奢見えさせて、はい、ここ落ち着きのあるパーシャルな部分になっております。で、肘も隠れるぐらいだけファンなので、うん、身の腕隠したい方だったりとか、うん、肘が見えたくない方もいらっしゃると思うんですけど、これは全部隠してくれるかなというのと、はい、とショート丈です。そうね、はい、なのでアウトしてもらっても本当にすっきり見える、うん、インしてもね、こういう感じで程見えはするんですけど、アウトしてもすごい可愛い一着となっております。はい、で、程よいシアー感が腕のところにあるんですよ。前はちゃんと裏地がついてて見えなくなってるんですけど、うん、袖のところだけがシアーがついております。はい、なのでちょっと涼しげがあって、うん、でもがっつり見えないのでちょっとシアーが苦手な方でも、うん、これをまあ比較的着やすいんじゃないかなと思います。はい、以上です。以上です。はい、ありがとうございます。はい、そうなんですよ。 S さん今来ました、前に人気だったトップスだって、うんうん、そうなんですよ。そうなんですよ。2121っていう、うん、あの品番だったんですけど、うん、それがリニューアルして帰ってきましたよ。来ました、はい、はい、です。じゃあちょっとコメント読んでいくんですが、うん、ティアさんが前のサイズ感も一緒かなって結構ゆったりめだったけど、うんうん、お二人の着ているの見ると大きめに感じない、細いはずなのにって、まあ、全然、ね、私たちはあるんですけど、サイズ感はもう前回と一緒です、うん、はい、はい、違ってるのはこの首元とあとこの肩のパワショルの感じがちょっと控えめになってより着やすくなっております。はい、はい、あともう1点ね、中のインナーがちょっと実は、うん、あの素材は同じポリエステルなんですけど、はい、そう実はインナーもね、うん、ちょっと違ってて、多分グーちゃんの方が見やすい。そうですね、私がちょっとお見せしましょう、うん、チラチラ、はい、チラチラはい、私のインナーの方は、うん、ちょっとね柔らかみがあるんですよ。そうポリエステル 100% 一緒なんですけど、ちょっとこう緩い感じ、伸びる感じが伸縮性があるんですが、うんうん、前回はちょっとねポリエステル 100% なんですけど、こう伸縮性がなく硬いタイプ。そうね、はい、うん、なのでこっちの汗をねあんまりね吸ってくれない形なんですけど、うんうんうん、今回の新しいのは、うん、伸縮性もあって汗もしっかり吸ってくれる、すごい嬉しい生地感になっております。ね、伸縮性も柔らかくて、うん、肌触りがとても良くなったと思います。はい、はい、そうですね、なんか汗かいてもピタッてくっつく感じが、うんうん、本当こっちはないと思うので、うんうんうん、より着やすくなったとは思います、うん、はい、はい、じゃあちょっとしていきますね。はい、うん、MRK さん、お肌弱弱の可愛いトップスですねって、うん、チクチクはしない感じですかって。チクチクはね、インナーはね、うん、インナーとかあの中の裏地ついてるんですけど、全然チクチクしないです。そうね、うんうん、で腕のところは若干やっぱりあの、うん、刺繍なので気になる方は、でもムフちゃんどうですか、お肌弱弱芸人のコメントからしてそうですね、ちょっと代表から言わせてもらうと私はでもそんななんかチクチクは感じないです、うんうん、まあ、やっぱりさっきぐーちゃんも言ってくれたけど、やっぱ刺繍なんで、うん、ちょっと軽く肌には当たる感じはあるんですけど、そのチクチクして痛いとか痒いとかは全然私は大丈夫です。はい、そうです。ぐーちゃんも大丈夫。私はねお肌つよつよ原因なんですよね、うん、なんで全然大丈夫です。です、はい、うん、です。なんで結構、まあ、やっぱり、ね、見頃は本当
裏地がついてるので、うんうん、こっちくちとかはそんな気にせず着ていただけるんじゃないかなと思っております、はいはい、うん、あ、まゆまゆさん、こちらはオリジナルですかって。そうですね、はい、前回のアイテムも、うん、をちょっとまた雰囲気を変えてリニューアルして、もう変えていって、ね、これは、うん、伊豆シーでしか手にが、はい、手にが手に入らないガイッとやるガガオ手に入らない、そう、なんで伊豆シーのオリジナルでございます。はい、はい、です、うん、黒とこのアイボリーで全然もう、ね、雰囲気が違うんですよね。そうね、確かにね。そう、こっちは結構ね、フェミニンにもガーリーにも着ていただけそうで、うんうん、ブラックの方、本当に綺麗めにめちゃくちゃ着ていただけそう。めっちゃ大人っぽいと思う。そう、で、ももちゃん今リネンのパンツと合わせてるんですけど、うん、全然ね、組み合わせてもらってもカジュアルに、カジュアルダウンもできますし、うんうん、なんかスカートとか綺麗めのテーパードとか持ってきてもらったら、めっちゃ綺麗めに着ていただけそう。うん、はい、わかりました。ね、じゃあせっかくなんでちょっとグチャなんか他の、そうですね、ちょっと着替えてきます。はい、じゃあ着替えてきてもらおうと思います。うん、はい、うん、あ、そうです、愛花さん、そのブラウス買ったけど V の胸元開きすぎててタンスの肥やしになってるんです。もうちょっと早くこっちになってほしかった。あー、すみません。ちょっとね、結構あの前のタイプもすごい人気だったんですけど、ちょっとよりたくさんの方にまた着ていただき、手に取っていただきやすいようにちょっとリニューアルしたので、すいません、ちょっとこのタイミングになっちゃったんですけど、ぜひまたあのリズシーの自信作でございますので、よかったらぜひ手に取っていただけたらと思います。はい、うん、あ、ミーリさん、アイボリー欲しいけど銅の部分は透けないかなって。でもブンちゃんで結構ね、裏地はすごいしっかりめの裏地がつい、まあ、めっちゃ厚いってわけじゃないんですけど、そんなペラペラな感じではないので、透け、ブンちゃん多分透けてないよね今ね。透けてないです、うん、うん、透けてないですね。はい、なんでインナーだけでも大丈夫と思うんですけど、一応多分柄物とか色物よりかはやっぱ透けにくいお色の方がいいとは思います。はい、うん、あーね、メグさん、色迷いすぎて決められない、お二人はどっちの色がおすすめ。へーへー、いや実は初見黒だったんですけど、あの昨日アイボリーの方来てちょっとすごい迷ってます。私はすごい迷ってます。グーちゃんは決まってる？私は、うん、でもアイボリーかな。私はグーちゃんはアイボリー、はい、私はね結構黒かな。なんかやっぱ大人っぽく着れるし、この、うん、あんまり私柄物って着ないんですけど、けど黒やったら本当にそんな、なんかやっぱ花柄自体もこの刺繍自体も全然目立たないので、私は黒かな。でも迷ってます。また次アイボリー来たらまた言うこと変わってるかもしれへん、うん、え、嬉しい。あやさん、このトップ戦控えて伊豆シー好きになりました、色迷いますって。うん、嬉しい、ありがとうございます。あ、ブラック合わせしてきました。デニムのブラックにしようかちょっと悩んだんですけど、うん、ちょっとワンピースのブラックでちょっと大人っぽくコーデにしてみました。この色合いもめちゃくちゃ可愛い。可愛い。ね、このとこから透けているこのお花も可愛い。可愛い。ね、黒でも全然いけました。ね、うん、でも黒と黒でも絶対に可愛いじゃないですか。あ、絶対いい。黒、ブラックコーデ、うんうん、ワントーンコーデみたいな感じも絶対に可愛いと思います。骨格ストレートさんでも顔が丸い方は深め V って。丸顔を強調されてしまうので、このネックをいろんな方が着ていても、確かにニューネックって本当に骨格選ばないですよね。うんうんうん、なんかい、あの皆さんが V ネック着てて、 V ネック着てて私もなんか顔写りとかが全然ね、なんて細見えしちゃったりしてあんまり似合わなかったりするんですけど、ニューネックは本当に皆さんに着ていただけると思います、ね、うん、本当に着やすい。しかもやっぱり花壇でもやっぱね、胸元が全然気にならないので、これは、うん、見えないので、うん、まあ、こういうね、ちょっとあのやっぱこうやってやるのもめんどくさかったりとか忘れちゃったりするので、忘れないでください。ああ、これが私も忘れる。そう、私は忘れるんですけど、うん、そう、でもそういうの気にしなくていいので、うんうん、より着やすいかなと思います。はい、はい、あ、まゆまゆさんがグーちゃんのワンピー持ってるのでその着方したいですって。ぜひぜひぜひ、めちゃくちゃ合うと思います、うんうん。ブラックも絶対に合う。そしてベストブラック絶対可愛いと思う。うん、なんか小物とかをそれこそクリアにしてもらったら、めっちゃいいじゃないですか。ね、ちょっと後でまたでしてみようかな。はい、と思います、はい、うん、あ、ミーリさん、ワンピースの中にも着れちゃうのが可愛いってね。着れます、うん、着れます。サンペットの中にも絶対可愛いですし、全然可愛いと思う。そう、なんかね、ショート丈なのでこの辺がもたつかないんですよね、うん、なのでワンピースでもサロペットでも全然着ていただけると思います。全然いけると思います、うん、はい、あ、ひとみさん、アイボリーはブルブでもいけそうですかって。絶対いけます、うん、
ブルベさんでも、うん、あのね、ここのね、お肌のところとかも結構明るめだし、このアイボリーの色が明るめだし、ね、ここはね、うん、水色なので、うん、こあのブルベさんでも全然気にならないと思います。うん、うん、私も全然いけると思う、と思います。うん、大丈夫だと思います。うん、あいかさん、確かに前回と違う色を買ったらええんやなってそっかそっか、そうですね、そうですね、確かに、うん、確かに、うんうん、ただ、いっぱい楽しんでいただけるかなと思います。思います、はい、うんうん、あ、ERK さんがお花の部分アップで見せてって、触ると、触るとカシャカシャする？カシャカシャはね、しないですよ、うんうん、お花の部分近くでお見せすると、こんな感じです。なんで柔らかい生地なんですよね、お花の部分も、なのでそんなカシャカシャしないです。で、あのね、このブルーのところがね、ついてるんじゃなくて刺繍なんですよ、塗ってある、うんうん、なので取れたりする心配もないです、ね、はい、大丈夫そうです。大丈夫そう、はい、はい、ブラックも近くでお見せすると、うん、ブラックもこの中は刺繍なんですけど、ブラックは白ですね、うん、で花びらもあの一緒です、うんうん、アイボリーと一緒な感じで、これはブラックにブラックなので、よりちょっと目立ちにくくはなってるかな、うん、と思います。はい、はい、うん、あ、サミカさん、言ってたらごめんなさい、お洗濯はできますか、手洗い表記、そうですね、うん、はい、そうだね、お家でやっていただきます。うん、はい、はい、大丈夫でございます。うん、ありがとうございます。ナギさん、見れば見るほど可愛いって、うん、あ、ね、見れば見る、ブラックにそしてパール合わせ可愛いですね、可愛い、ありがとうございます。ちょっとあのガチで照れてしまった。そう、これもね、あのパールネックレスも、伊豆市のあの大人気のパールネックレス、これ私私物なんですけど、やっぱ長さがちょうどいいですよね、うん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 、ネックレスつけてもらっても全然なんかガチャガチャせずに邪魔にならない、やっぱここの首元なので、うん、こうやって合わせてもらっても全然いいと思います。はい、はい、あ、皆さん、グーちゃんにもブラック着てほしいですか、ね、OK です。じゃあブラック着ますか。そうね、私たちダッシュで着替えますわ。そうですね。グーちゃん準備できてるって。はい、ちょっと画面をあれに切り替えとこうかな、はい、と思います。はい、はい、はい、でちょっと待ってくださいね、皆さん、おしゃべりしてきます、ね、おしゃべりしてきましょうね。あ、アイさん、グーちゃんのは、あ、ワンピサイサイサイハマってました、次こそゲットします、ぜひ、日曜日ですね、あ、違うわ、え、あ、そう、日曜日や、うんうん、今週の日曜日に再販ですので、ぜひ、もうね、毎回即完売してるので、狙ってる方はぜひ、ブラックコーデめっちゃいい、あ、いいよ、ね、ぜひ7時にピタで行ってもらった方がいいと思います。はい、うん、ちょっと戻りますね、あ、危ない、ちょっと戻りますね、うん、あ、かなぽんさん、ゆうちゃんもアイボリー似合ってたね、似合ってましたよね。ゆうちゃんはね、結局最後まで色が決めれてなさそうでしたよ、うん、よいしょ、はい、ブラックです。いいよ、めっちゃいいくないですか、綺麗め、そして靴も新作です、サンダル、かわいい、ね、ブラックコーデです。色近くで見せするとこんな感じ、はい、こんな感じです、綺麗見えしますね、やっぱり。二の腕の部分はきつめですか？二の腕部分はね、全然きつめではないと思います、うんうん、結構ゆとりがあります、これぐらい5、6センチはゆとりあるかなと思います、うんうん、なんか特にゴムとかは入ってないんでね、うんうん、染みそうですね、とかはないかなと思います、うんうん、あ、 ありがとうございます、洗濯できるの欲しいです、グーちゃん声で丸と欲しいな、嬉しいです。ブラックはね、本当にね、パンツの色でも合うので合わせやすいと思います、うんうんうん、うん、いいと思います。あ、いいですか、うん、やっぱちょっとアイボリー着るとアイボリーの可愛い、可愛いですね、全然めちゃくちゃ似合っていると思います。ほんまに、はい、なんか普通に、私だったら普段多分普通にデニムと合わせるんですけど、うんうん、なんか全然カジュアルでもいいし、そうだ、ね、私も大好きなマーメイドスカートを履いてきたんですけど、うん、似合っています、似合ってます、はい、全然こんな感じで、あのスカート合わせでも可愛いと思います、はい、うん、やっぱブラウスなんでね、インしても全然もたつかないので、うん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 、ね、はい、使いやすいと思いますよ、うん、はい、あ、やいこさんが可愛いブラックコーデって、ね、ブラックコーデ可愛いですよね、うん、おすすめです、おすすめです、うん、あ、メグさん、頭からかぶって着る感じかなって、うん、頭からかぶって着る感じです、はいはい、なのでユーネックなので、うん、結構ゆとりはありました、うんうん、そうね、座る感じもなかったです、なんかたまりでなんか、なんかこうやってやらんと、そうそうそう、なんかやらんとなんか脱げへんやつある
と思うんですけど、これは大丈夫です。大丈夫です、はい、きっと伝わってると信じてる私は。はい、ね、うん、あれののんたんさん、両方可愛い色迷うって、ね、これはね、迷いますね、うん、はい、また最後にもちょっと全部紹介し終わった後に、ね、着回しとかでいろいろ着ようと思うので、はい、ぜひ皆さん7時までに頑張って決めましょうね。はい、はい、てな感じで、はい、大丈夫そうかな。